いや、こんばんは。ちょっと暗い。よいしょ。じゃーん。こんばんは。な、セリアさん。STU48 タワー。ありがとうございます。すごい、かわいい。目の上のキラキラメイクを落としたんですけど、眉毛もまだピンク。セリアさんありがとう。なかなかすごいね。みちさん、あーしゃ丸かったよ。見た見た。丸かったですか？すごい自分であれウーパールーパーだと思ってる。家族ラインにそのアーシャのスクショと漏れてるっていう質問が来て、ウーパールーパーだと思ってるって言ったんですよ。そしたら私の お父さんから漏れてるって聞かれて、ウーパールーパーって答えたら、お母さんからウーパールーパーは可愛いからそれは漏れてるってことだねって来てすごいポジティブって思って、だからもういいんだ、可愛いっていうことで終わらせました。ウーパールーパー好きなの？じゃあウーパールーパーが好きな人は街のことも好きってことやな。ひながいない時のおいさんね。ひな、ひな、ちょっと待ってね。セリアさん口洗ってるから。なんで？5列目ぐらいに見せたよね。なんか口の形いい感じ。目怖い？取った方がいい？本当にあの STU のライブかもしれないっていうぐらい、なんか知ってる方、顔見知り、なんて言ったらいいのかな、顔を知ってる方がたくさん来てくださって、本当にね安心してできまして。セリアさんありがとう。くらくら、あれ、なんか気持ち悪いな目。くら、暗いね。暗いし涙袋すごい気持ち悪いことになってる。ありがとう、皆さん。
嬉しい、この STU48 タワー初日、うん、あ、タオル持ってくればよかった。いけないけどあなたのこと思ってて、ありがとう。私ね、ブロマイド20枚ぐらい買ってる。歌声に聞き惚れてダンスに釘付けでした。本当嬉しい。さっきリツイートめっちゃした。え、リツイートしてみんな。ダダダダムノさん、タワーありがとうございます。ミョミョミョダワダワダワ、ありがとう。缶バッジも買った2回。グッズはね、ペイペイ使える。ペイペイ、ありがとう。あの固定ツイート、固定ツイートはリツイートしてってことだから、リツイートしてください。ペイペイ使えるよ。ペイペイ使えるから買っちゃうんですよね。マジランブロめっちゃして、めっちゃ買って、でも結構かぶった私。ペイ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 、頑張って欲しかった。私ひなかぶったからあげたのに全然。ひなのライブを6列目通報といういい場所で見れたから嬉しい、ありがとう。缶バッジ売り切れにしたのは自分です、ごめんなさい。え、そんなに買い占めたの。おきちゃんとの写真ブレてる。あれブレてるんじゃなくてね、黒、暗いところで撮ったからちょっと画質が悪いんだよね。ランダムブロマイドは無事にひなの、え、すごいね。なんでトレード禁止だから地引きに命かけて負けたけど生きてる。よかった、命かけて負けたけど生きてて。中原さん、タワーありがとうございます。みよみよみよ、中原さんありがとう。 Thank you。わ、すごい、ありがとう。しましまのクマ、ダダダムのさん、そうなんだ。え、あのさ、この前はさ、缶バッジさ、なんか来場者特典みたいなので1個ずつもらえてたじゃないですか。あれはあるの？ないんだ、残念。今回はなかった。あ、そうなのね。ダダダダムダさんありがとう。うん、あ、プレミアム特典なんだ。お、あー、爪を見せて、やった。席は一つずつ空いてます。中原さん、今日19歳になりました。ひな初日とかぶれて嬉しい。おお、ちょっとごめん、誕生日センスの準備してないや。ちょっと待ってね。た
パワーを書いたらやるから待ってね。ごめんね、誕生日に待たせて。萌えちゃん、ちょっと待ってよね。なんて言ったの今、なんて言った、私なんて言った？こんばんは。ベースの方かわいいよね。好きなんですよ私。ミチとどっちが濃い？あやのさん、高原さん、 Thank you。アナウンサーの有平まりなです。めっちゃ可愛い、ほんまに好き、私の一押しキャラ。あんまり言ったらいけんけんあれやけど、何も喋れないけど。可愛いよね。萌ちゃん、彩乃さんかわいい。そう、ベーシストっていうところがまたちょっとギャップがあってね。ベースのね、手さばきってさ、こうね、絶対大変じゃん。ジャカジャカと違う良さがあるからさ。萌ちゃん、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 おられますか？僕はうちくり、うちくらちゃん。うちくりさんが一押しなの？イケメン美女ベーシスト、イケメン。私の一押しは今回もサスケです。ツイートしてましたね。いきます、萌えさん、萌えちゃん、萌えちゃん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、まえちゃん、おめでとう、おめでとう、まえちゃん。萌え萌え萌え、ごめん、こんな目だけど、ありがとう、まえちゃん、おめでとう。何歳って書いてたっけ。19歳、若っ、19歳。ラストティーンを楽しんで。続きまして、 K さん、お誕生日おめでとう。よい、よいしょ、 K さん、おめでとう。では、It's my 誕生日 today。 なんでバースデーだけ日本語なの。 K さん、おめでとう。
それってちゃんと画像検索した方がいいですかね。綾乃さん、私綾乃さん今日ツイッターに載せましたよ。ありがとうございます。毎年楽しみにしてて、ありがとう。もいちゃん、もいちゃんね、セラミでもお世話になったさあやさんが、さあやさん、後藤兄弟、さあやさんに会いたい。ほんとみんないい方。STU48 の歌姫はやっぱりすごいって、私のこと、私歌姫じゃないよ本当に。アフターライブでも今回は前回よりあんまり緊張しなくて、そうそう、本当に今日がなんか本当に顔見知り顔見知り、顔の知れた方、なんて言ったらいいんだろう、がたくさんだったので、本当にホーム感があって、ありがとう。皆さんのおかげで楽しむことができました。本当にヤグペコさん、 STU だ、ありがとう。ビョビョビョ、笹川さんは三好に合格。ジョウスケさん可愛いのに、あのうーんのシーンとかちょっとは力になれたかな。うん、綾乃さんが有平森直しありがとうってツイートしてる。可愛い、めっちゃ可愛いんよ。去年全部英語にしたら失敗した。あ、そうなの、ごめんね。今回のライブ日のめっちゃ良かった。本当？まあまたもう一日ありますのでね。セプトのアカウントに載ってたアフターライブの画像はリハのやつ。そう、恥ずかしい、あれめちゃめちゃドスッピンでさ、しかもなんか喉を気遣ってさ、ネックを増してるからさ、なんか髪もボサボサだしさ、恥ずかしかった。どうすられちゃったの。新しいプロフィール写真を見て可愛くて息が止まってしまった。本当？でもツイッター見た、ありがとうございます。よく歌声が通っていてアップテンポのところも良かった。うん、嬉しい。本当に皆さんのおかげでのびのびと歌えました。まあね、普段さ、もう一人で歌うこともそんなないですし、あの生バンドもないからさ、本当に楽しんでやろうっていう思いとか、あとなんかその歌う方がたくさん出てるけどさ、セプトさんってなんか演奏する方がその楽しいって思ってもらえる、演奏して楽しいと思ってもらえるように、なんかいい感じに歌えたらいいなって思って、あのね、歌ってやるよりかは楽しんでもらおうって思いながら歌った方がうまくできることに気づいた。雪月花が良すぎたね。しかもあれサントラに入ってないから、あの歌、そうそうそう、本当にレアなんですよ。雪月花聞くの、フルは2回しかしん、あ、言っちゃった2回って28日のネタバレしちゃった、ごめんね。そんなことない。まあそうなんですよ、フルサイズを聴けるのはもう限られた時だけなんですよ。しかもフルで聴いたらめっちゃエモいし、私はにその一番最後のラッサビが一番好きだから、歌詞が、そうそうそう、今までの中で一番、あのね、ひなぎくさもひなさも入った曲だなと思う、おのずと自ら。
いやでも嬉しかった。そう、雪月花、なんか雪月花とも読むし雪月花とも読むらしいんですけど、その日本語的にはでも雪月花なんだってうん。28日昼配信あるね。確かに日のメイクはメイクさんがしてくださってます。ひなさんはね、舞台に出るの遅れたんじゃなくてね、あれはねもうあの間に合わないって決まってた元から。雪月花って言ってたよ。作った方が雪月花だったからね。月って漢字が入ってるのはお名前と関係が？わかんない、どうなんだろう。私は勝手にそう思って愛を感じてるけどさ、勝手にどうなんですかね、わかりません。でもそうじゃないと月なんて、月なんてじゃないよね。でも月は好きそうですよね。なんか他の曲にも月って入ってるしさ。そうそうそう、月って綺麗だしね。聞いてください、高尾さんに。じゃん、ヤグペコさんありがとう。ちょ、やるいんだけど、なんか涙袋に影入る。ありがとう。今日のセンスで高尾さんの頭叩くの強くなかった？あれ強くしてって言われるから。大太郎さんやっぱりあの世界観では一番好き。大太郎さんすごいですよね、演技めっちゃうまいなと思う。ドラマーの方なのにすごいね。ひなうちはすごいよね。なんかね、もう一種類新作あったんですけど、なんか葵さんが両手で持ちたいって言って「ヒーとなって書いてある、なんか2つで1つになるうちわがを作ってもらったらしくて、小道具さんに。そうそうそう、だから今4個あるんです、舞台袖にひなのうちわ。本当にすごいよね、嬉しい。でも大太郎さんめっちゃ褒めてくれたの。そのひなバンドのさ練習、そう一回やったんですけど、それでに船の次の日にプロフィール変わったの。
新しいスタートって感じ。それでね、ひなバンドの練習があったんですけど、なんかこの前考えたんだけど、歌もできてダンスもできて演技もできてすごいなと思ってたんですよねって言っていただけて、でも私も、まあ、セプトンの舞台に出る方みんなそうだけどさ、本業が役者の方の方が少ない舞台なので、本当に普段から楽器を弾いて演奏してる方々とかばっかりだからさ、本当に皆さん演技すごいなと思うんだけど、そうそう、大太郎さんもその中でもすごいって思ってた方だったのでね、いやそっくりそのままお返ししますがっていうぐらいの、そう、嬉しかったです。でなんかさ、歌う上手い方々ってさ、なんか音でさ覚えたりできるからさ、声をそこに感情を乗せていくのってさ、なんか演技の上達スピードとか早いのかなって思う。音に関係するから皆さんそうなんですかね。わしおさんまた拝見できて嬉しかったね。フェイターぶりに、もう私は絡むとこよね、一個もないんですけど、すごいよね、フェイターではあんなに近しい役だったのに。でもそのリアニセプトで検索しとったら、わしおさんのファンの方も久しぶりにひなぎくんを見れて嬉しかったって書いてくださってる方がいて嬉しかった。そう、ステージの歌声の迫力に圧倒されました。私どうだったかな、逆にみゃこさんみたいなタレントの方も演技だけじゃなくて楽器もガチなのすごい。それもそう、すごいよ、本当に皆さんすごい。確かにあの人そうだったのか、懐かしい。今レンだよ、レンが孔明になった。あの柏木光彦もフェイタでは柏木光で、祈るの高音すごすぎる、それな、めっちゃ圧倒される。今日サントラ買ったもん私。垂れ目メイクしてる、確かに垂れ目メイクしてる。ひなメイクアイシャドウ落とさない状態で見たかった。ごめんごめん、舞台メンバーもちひでサントラ買うんだね。サントラに歌が入ってる方々は多分もらえてたんですけど、私入ってないからさ。ひなステージみちめっちゃ弾けていて素晴らしかった、嬉しい。ひなはほっぺが可愛い、ほっぺ。自分はハイさんの足上げパフォーマンスすごいよね。ナウネバとかすごい。遅れてしまったけど言ったよ、後半からって言ってましたよね、ありがとうね。うん、眉毛もまだ落としてない。きちゃん緊張するって言ってたけどな。私多分リアリの物販に
2万円ぐらいつぎ込んでる気がする。ランブロも20枚ぐらい買ったし、 T シャツ買って、サントラ買って、あの缶バッジ2回買ったりして、あのゼストのさ8000円以上買ったらついてくるバッグ2つ持ってるもん。なんか 2日に分けて買っちゃったからさ、今日もそんな8000円分買うとも思ってなかったんだけど、でもそう8000円分買って、8000円分買って、3500円分買ったから19500円分買った。でも8000円ピッタじゃなかったから1万円くらい買っちゃった。皆さんはどうですか？私と同じぐらいかな。そう、でもランブロがさ、サンバカさんとかが全然出ないんですよ。そう、もう本当になんで、サスケが4回ぐらい出て、そう、しかもその中サイン入りも1個当たったの。サイン入り、あとはショットも当たったし。でも私結構引き強いんですよ。あの茜イノルバンドの集合とラプラスの集合が当たったんですよ。ラプラスの集合すごいの、真っ黒、真っ黒なんです。ん、背景が黒の中に5人がいて、めっちゃかっこいいの。ラババンあったら 100% 買う。確かに確かに。おきちゃんも出てない。私、自分も出てない、ランブロでは。あの普通にあのブロマイドセットで自分は買ったから持ってるけど、ランブロでは持ってない、当たらなかった。綾乃さん出た。え、単体？綾乃さんの。みんな私のランブロ、ランブロじゃないや、皆さん私のブロマイド買ってね。同時購入特典のポストカードサイズのブロマイドもぜひゲットしてね。そうなんだよ、4バカの集合体の写真が欲しいんだけどさ、全然当たらないの。でも全然入ってないんだって。今日はお疲れ様でした、ありがとう。今度こそ考えとく。なんだよ、今村さんのこと気になってるので買います、ありがとう。どっちも毎回買ってます。すごい、舞台メンバー特権とかない？安く買えるとかない？ないけど、そんなんなくていい。だって買いたくて買ってるからさ。4馬集合なんてあるの？そうなんですよ。でも本当に全然入ってないんだって。そうそうそう、言っていいんか分からんけど、そう、でもサイン入りも、その4馬の写真あるんだけど、サインもしたから。そうそうそう、でも提供に出されてたらしいよ、それ。皆さん見つけたら私もう本当に提供してほしいぐらいですもんね。いいよな、四バカの集合欲しくてね。まあ普通に皆さん全員の欲しいんだけどさ。綾乃さん単体、綾乃さん単体ないって綾乃さんが言ってたけど、あるんじゃん、欲しい。ランブロって本当に沼だなって思った。
別に、でも誰が欲しいみたいなのはないんだけど、うん、本当に沼ですよね。彩乃さん欲しいな。彩乃さん、あ、真白さんね、すごいよね。ベース映ってるし間違いない。送ろうか。ええランブロヒナギクの時から男性キャストさんのソロしか出ないんだよね。そうなの？コンタクト入ってるピンク、すごいでしょ。いや、ほんまにペイペイ払ってる感覚ないし、やばい。ヒロロさん当たった。ニャコさんとかも当たった。あとどなたが当たったっけな。何のグッズ買うのがおぬぬめ。え、でもTシャツかな、あのゼストティー、ゼストティー裏にね名前書いてくださってて、毎回浜翔さん、浜翔さんも欲しいんですよね。なんかあの画道さん役の方がそのビジュアル撮影するときに、なんかなんて言って、ボサ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 になるようにカットしてくださいって、なんかカットの注文をしたらしくて、ゼストティーピンクない、黒しかない。 それをなんか女性キャストの他の方が聞いたって言って女子楽屋で話してたんですけど、すごくない？そんな役に突き詰めてさ、ボサボサになるような髪のカットしてくださいって言ったの、すごくない？なんか魂を感じました、ガドーに。だからガドーさんのブロマイドも欲しいんだよね。そう、今回ピンク売ってないの、ゼストティーっていうか T シャツ全般黒だけ。この前は青とかねあったけどね、だからそう考えると皆さんのブロマイドが欲しいんですよね、結局ね。なんかユーマとテレを引いてさ、うわこのコンビエモいみたいな、もうなれたらいいしさ。加藤さんはマジで影の一押し、影ねえ。ランブロートレードしないの？でもね、みやこさんとトレードした。なんか私はそのべっちゃんが当たって、そう、でももうべっちゃんも1枚しか持ってなかったんですけど、そのやっぱみーちゃんとべっちゃんの関係性もあるし、そのみやこさんはきつねさんが当たったから、あ、じゃあ交換しましょうって言って交換した。それだけですね、でも交換してるのは。ひなも可愛いから皆さんぜひゲットしてね。ひな可愛いんだよ。ここまで笹川なし。ジョウスケさんも当たってない私。うん、全然なんか当たらない、結構かぶってる。感想ツイートも丁寧に反応されててね。でも私も反応したいんですよ、もう。ありがとうございますっていうリプとかもさ、エゴさして自分のこと書いてあったら毎回さ、もうこのひなとかじゃなくてもさ、今村美月で検索して書いてくださってる人にもさ、あの送りたいんだけど送れないからさ、悲しい。
京介さんのエプロンね、ロッキングな。そうそうそう、うん、みんな読んでるよ、ありがとね。ぜひ固定ツイートをリツイートしてくださいうん、明日はオフです、イエイ。これワンデー、ワンデーです。ほえー、綾乃さんファンがめっちゃ増えとる私のルームでいいんだけどさ、綾乃さんめっちゃ可愛いよな。怖い。もう皆さん可愛いんですけどね、綾乃さんに限らず。もう皆さん可愛い。素敵な方々。オタクはベース弾ける女子に弱い。だから私も弱いのか。ゆうかちゃんアーシャで落ち込んでたよね。私も丸いから、みちょが一番かわいい。ありがとう、嬉しい。皆さんぜひ YouTube 見てくださいね。フェイタリズムの時の歌が載ったので、エイナと私のひなバンドの時にどっち見るかという若干の心の葛藤が少しあった。だから目が合わなかったのか、だからか。こんな顔してたよ。アーシャめちゃめちゃ可愛かった。ありがとう、嬉しい。なんかアーシャってね、影をポッて消すらしくてね、それでみんななんか涙袋の影がなくなるらしい。全道押しが綾乃さん見た。本当だよ、頑張って歌ってる時にいいんだけどさ、可愛いからいっぱい見てください皆さん。それでは壇上を読みますね。13位マサジさん、12位たくさん寝てねユウさん、ありがとう。11位デブニャンさん、10位ギルスさん、9位おやさん、8位ジャストミトさん、7位ツボユウスケさん、6位東京 TK 局長さん、5位長崎県民さん、4位ヤグペコさん、3位中原さん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルンジちゃん、ダダダダムノさんでした。ありがとう、ありがとうございます。みちゅが一番可愛いと思ってたけど、ひなも可愛いんだよな。めっちゃ素敵なコメントやん。22位はドゥルルンちゃん、イシケンマシンさん、ラッキーボーイ、ありがとう。それでは初日ありがとうございました。これからね、明日休みなんですけど、26、27、28とありますので、皆さんぜひ見てください。配信もあるので28。